皆さんこんにちは。あなたのくるくるクールがマリオメーカー実況、今日もやっていくる。今回はいいねランキング世界のとても難しいからプッシュトゥベアリングリミッツ、コムポーサーさんでいいのかな。ベストクリアタイム47秒、クリア率は 1.95%。 こちらのコースを遊んでいきたいと思います。とても難しいだけど、クリア率は約 2% なんで、きっとクリアはできるはず。変化するリミッツ、限界が変化する。これは普通に走っちゃって大丈夫だよね。演奏系コースなのかな。おお、あ、ここは小ジャンプというか B ボタン押しっぱなしじゃあダメ。噛んじゃった。今ね、寝起きなのでね、いつも以上に発音が悪いんで、そこは許してほしいな。ここは大ジャンプ、中ジャンプ、小ジャンプかーい。ゴールじゃないんかーい。あ、中間。しまったしまったしまった。難しいぞーい。かぶったかぶった。え、待って、床どこでなくなってるんだよ。それはないよ。よし、入れた。まだ終わらない。あの鍵は取れないよね。こっちか。え、あの鍵取れる？戻ってみる。戻れないね。え、取れるかな。一回行ってみるか。中間に取ったし。無理だよね。はい、というわけで、ゴール。いやー、あの最後の鍵ドアは何だったんだろう。取り方わかる方いたら、ぜひね、コメント欄で教えてください。よろしくお願いします。いやー、それにしても、演奏系のスピランコース、やっぱり面白いです。曲がわからなくてもね、なんかノリノリになれる。ただ、あわよくばね、もうちょっと難易度優しいと最初から最後まで通して聞けるんでね、その辺かな。プッシュトゥベアリングリミッツ、コムポーサーさんだと思います。ありがとうございました。次のコース遊んでいきましょう。はい、お次はこちらのコース遊んでいきましょう。Dive Another Day The Casual Mix。クリア率 3.84% のベストクリアタイム47秒、3% でカジュアルな難易度？そういうわけではないか。普通にここは飛べばいい感じ？よし。ブラックパックを倒したんで、ここはスピンか？スピン、あ。かい。よっしゃー。こうか。こう。違うね。最後どうすればいいんだ。あ、最後はヒップドロップじゃないのか。なるほどね。
ヒップドロップと急降下をうまく使い分けて進んでいこうねっていうことか。これはさだまさし、どういうことだ、よくわかんないぞ。これでいいの。これでいい。飛びすぎないように注意ということだね。難しいけど調整して、あ、もう倒してた。いつの間に倒してた。そしてあれ、鍵どうやって取んの。もしかしてヨッシーがいるうちにやんないとダメ。本当にめっちゃ難しくない、それって。どう、え、待って待って、ヨッシー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 、あれさっきヨッシーどこ行った。いつの間にかいなくなっちゃってたんだけど、いいか、これでようやく、あ、赤コイン、あれは取れないね。進んでいきましょう。これで1枚目ゲットだぜ。ヨッシーとはここでお別れかな。またいつか会える日を夢見て、最初の扉に入っていきましょう。左から行こうかな。スピンね。今度は床がない、床がない、よいしょ。床がないんだけども、あ、ここ急降下、それ先に行ってよね、急降下は。どうだ、よっしゃ、これでよし、間に合って。あれあれ、あ、違う、ここも急降下だ。嘘、もう一周。よし、いなくなったりしないよねっていうか、床がないやないかーい。一回でも止まっちゃうとダメなのか。まったく、わがままなヨッシーだ。次は、こっち。また無限中間システムになってると助かるな。そうっぽい。お前さ、このぐらいのツタ登ってくれないよし。そうすれば一回で済むんだけど。よし、二つ目。次は？どういうこと？こうか。よし、わかったぞ。やり直しはどこで、やり直しは。できるように、あ、これか、やり直し。まあいいや、いいや、先の様子ちょっと見てこよう。スピンで飛んで急降下でしょ。次は飛んでからも、あ、ふわりんね。よしよしよし、また急がないとダメなんだろうな。あ、戻っちゃった。あ、大丈夫大丈夫、よかった、助かった。ここが一番難しいわ。よしよし、やっとお前に会えた。これほどお前に会いたかったことは今までない。ついでだからあっちのピンクコインも食べてきてくんない？よっしゃ、ラウンド3、ファイト。次はまた、なんだ、今度いきなりヨッシーがいる？どういうこと、どういうこと、どういうこと？どういうことよ。え？わからない。このヨッシーは乗っていけばいいんだよね。こうか。こう
こうですね。で、飛べるかな。惜しいけど、これヨッシー連れていけないよね。それでもさっきよりかはまだ可能性が見える。さっきのところは本気で難しかった。ちくしょうめよっしゃー、今度は割と早く突破できたな。10分はかかってないぐらいだと思う。これで最後のピンクコインをゲット。ここまで本当に長かった。これでもうミスはできないぞ。イエーイ、これで終わり。やったね。3、2、1、なんでもない。うまいこと、あ、いや、今ね、うまいこと飛び上がって3人1クールでゴールして、そのままヨッシーの下の中に乗ろうかななんて思ったんだよ。できなかったけどね。いやー難しかった。マントマリオってほんと大変だわ。ダイブアナザーデイザカジュアルミックス、アイリスさんありがとうございました。10分かかったわ。というわけで今日のマリオメーカーは2コースですけどね、この辺りで終わりにしたいと思います。また次回のマリオメーカーでお会いしましょう。チャンネル登録まだの方、よろしければチャンネル登録お願いします。次回はあなたのコースにくるくるくる。バイバーイ。